そこで宮川は練習のためにラスベガス郊外のボクシングジムを訪れていた。今回の相手は世界王者メイウェザーのスパーリングパートナーを務めるなど、仮想タイソンとしては申し分のない相手。さあ実際にプロボクサーの一発を受け止めてみると、もうへずいてるやん。え？あ、うわじゃあ今何パーセントですか？まだ半分も出してないぞ。いやもう、あ、怖っ。いいか、ここを狙うからな。うわうわ、何やねん。クラウティングヤクソの力、ヤクソがプリ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 。本来はお腹を打つと言っていたジェイフラッシュが予想外の脇腹パンチ。これには宮川悶絶。その後もタイソンのパンチを想定した練習は続き、打たれて宮川は立ち上がった。全ては憧れのタイソンの本気パンチを受け止めるために。